次、ちょっと掛け合わせて、えっと、追加で僕がやったのはパラオとサモアなんですけど、はい、ちょっと、メモとしてね、僕言ったら、まずパラオに関してはまあコンパクト関連で、ちょっとね、もうね、あの、オバマ政権の時に、2010年から確か17年まで止まったじゃないですか、お金。はい、ただ、コンパクト自体は、パラオの場合は44年まで有効なので、あのこれ、お金が出ないから潰れるってことはないんですけど、だそれがちょっとあの、現地では不満があるんですけど、 それに関してあの、アメリカはどこまで信用していいのかって話が実は現地で出てるんですよ、もう結構なレベルから。うん、ただもう、アメリカは本気出してくれないと困るなっていうのは一つと、あとは国の中であのブループロスペピリティプランみたいなのが出てるんですよね。<っ>あのいわゆるそのナショナルサンクチュアリー、マリンサンクチュアリーで80%クローズ金利用にしたものを有効に活用しようっていう話になってて、でそれちょっとプロセスうまくやらないと、世界から誤解されるなっていうのがあって。 お金に困ったからクローズしたのをオープンするんですよんじゃなくて、大統領が言ってるのは、それを30%完全に金料のままで、残り70%を賢く管理して、管理しながら利用していくよっていう、日本の,その海洋管理に近いんですよ、考え方ね。うん、なんか欧米型じゃないですか、あの禁料、サンクチュアリーっていうのは。でも、それをちゃんと土地をする。で、理由としては、金額そのものよりも、あの国内のなんていうか、経済活動を活性化させたいっていうのがあるんですよね。うん タンクシャリーになったことで、あの船が何水揚げするのも減ったし、船員が、えっと、コロールの街に上がってきて、そのいろんな、ね、経済活動をするっていうことも減ってしまったので、そういうところをもう一回活性化させたいんだって。金額としては、た分ん5億円とか、そんぐらいいかない感じなんですよ。経済効果としては。でも、やはりその活性化させたい人の生活も含めて、あとは金完全禁っていうのは、一つのプロセスで、 で今、科学的に調べていったら、そこまでやらなくてもいいっていうふうに分かってきているので、賢くやっていきましょうっていう話。だから、そのブルース・プロスピティープランというのを、変にそのクローズしてて、お金がなくなったからオープンするなだっていう意味じゃないんだっていうところ、そこをちゃんとパラオ側からは説明してほしいなっていうのを、あの今回、まあ、変な話をいろんな人に言ってきましたっていうところです。であとは、えー、とサモアに関しては、先日、上川大臣が訪問されて、<laughs> フィアミさ,さんはなんか見たら11月、12月って療養されてたんですよね、ニュージーランドで確か、うん。そういうニュースが出てました。でも、サモアと日本の関係も、意外にその僕たちから北でやってた人間からすると、サモアってすごく大きな国じゃないですか、地域にとって。それなのに、外務大臣は一回も行ったことなかったっていうことだったので、今回はかなり大きいなというふうに思いました。 何か、はい、黒崎さん、お願いします。ありますらはい、あの、パラオに関しては、さっき本当にお話あった通り、あの、まあ、あいわゆる、あの、2000、あれ二2000、 19でしたっけ ?18 でしたっけあの、いわゆるあれを、えー、と自分の地域のあの、あのサンクチャアリーをきちんと作っちゃったじゃないですか。あのうん、完全にあったら20年。20年ですね。で、まあ、あれは、まあ、最終的には、まあ、ウィップス大統領にはなっていったんでしょうけど、前、まあ、やっぱり大きかったのは、レメン・ギサオさんが、まあ、あれを進めるにあたって、まあ、結構、こう、 えー、アピール度を強くして、こう、完全的なものにしていった部分は大きいと思うんですけど、一方やっぱりウィップス大統領は、まあ、あの、いわゆるビジネスマンですから、そういったところで、やっぱりこう、きちんとしたそのビジネスとしてのメリットも生かしながらっていう、今、塩沢さんからの説明もあった通りで、そこはやらなきゃいけないんだと思うんですけど、ただ、 ここが、そのパラオっていう国の厄介、これ、あの、もうずっと昔からパラオはそれを聞きずるんですけど、あの、パラオって極端な人が日本からもアメリカからも来るんですよ、NGO とかで。<laughs> で何かっていうと、あの例えば、比較問題とか言って、比較憲法があるから、パラオは優れている、そのアメリカに反米的なっていうのと、あの、まあ、あんまり言えないんですけど、いわゆる新新,新日みたいなのを含めた右翼的な人が両方こう、自分の思い込みのような形で、これやってくれる。 国だみたいに言うんですけどパラオはそんなんじゃなくていろいろそれを国際情勢の中で分かりやすく自分で訴えるのでそんなですね心の中で情念、ね、とかですね感情で動いてる国では全然ないです。プラグマティックな国ですからパラオはそういった意味でいかなきゃいけないんですけどなんかパラオが多分本当に塩澤さんがさっき言ったようにこうやってちょっとでも金利を言うと何パラオはひよってるんだみたいなことを NGO 団体とかにひ、ね、よってるんじゃなくてあんたたちが思い込んでるだけだよって話あるんですけど けどね、まあ、あの、そういう研究者の人たちも多々いるので、あんまり言い過ぎたくはないんですけども、な,なんで、まあ、むしろそうやって変な形で揉めたりとかしたときに、ウィップス大統領が巻き込まれちゃうと、まあ、彼が今年11月の選挙で、まあ、多分、 再選に向けて、もう動き始めてると思うんですけど、そこで混乱に巻き込まれて変なふうになることは嫌だなと思っていて、どうで塩澤さん、今んとこ、ウィプスさん大統領的には再選の方向いけそうですかね。いやいや、えっと、レメオサワさんがかなり草の根で動いてます。あ,<ー>あっちこっちで顔を出していて。で、現在、うんえっと、ウィプスさんとレメオサワさんが2人だけなんですね、今、立候補表明しているのは、うんで。もしこの2人だけだと、あの決選投票。 じゃなくて、なんつうの、プライマリーなしで,月の選挙ってので、そうです、ね。で、副大統領に関しては、セニョールさん、うん、現在の副大統領と、オイローさんが出るっていうふうになってて、うん、で、オイローさんとレメヨサワさん、だオイローさんは大統領選に出ないでバイ、バイスの方に出るっていう話、うん、だから、オイローさんとレメヨサワさんでやっていくって形なのかな。うん、だから、やっぱり、えっ、ー、と、ウィプスさんの動きはすごくいいんですけど、あの、国の改革とか、ただ、早すぎて、 理解が浸透しないんですよ、なかなかね。税金の導入もそうだったし。だから、そこが間に合うかなっていう感じですね、選挙までに。その何,何を目指しているのかっていうのと、何をやろうとしているのかっていうところが、そうですね、うん。いや、なんか、すごく一つ一つを見ると、ウィップス大統領、しっかりしてるんだなと思うんですけど、一方で、なんかこう、あの説明っていうんですか、こう書く、こう、 いわゆる市民に説明があんまり上手じゃないとちょっと言い過ぎなんですけど、なんか浸透しきれないで、結果的になんかウィップスーって変な人だよみたいになんかや,やりたい方向見えないみたいな形になって、こう彼がちょっとなんですけどね、我々が思ってる以上に、 なんかこう、地元から人気がないみたいな形で語られちゃうというのがあるので、ちょっとそれかわいそうだなと思ってるので、うん、そこはきちんとやってもらった方がいいのになとは思うんですけどね、まあ、でも,でも、ま、や,やっていくとあの、なんていうか、その、結果は出てるんですよ。あ<ー>経済的にも良くなってるし、はい、だから早く動いちゃって、見てついていきてない部分があるんですよ、あの一般、その草根の人たちに関すると。ただ、結果は今出てるんですよ。うん 経それに,に対しては、結構パラオの人たちは評価はしてるんですかあのあのようやくそのお金に関しても理解し始めたところがあってですね。うん まあそうですね。まあパラオはそういった意味では安定はしてほしいなと思っているので、期待したいと思っていますし、で、サマーの方に関しては、本当におっしゃる通り、そう意外に外務大臣行ってなかったんだなと思っていたの、ねはい。で、まあ、フィアメさんは、まあ、そういう意味では、あの、何せ23年間続いたトゥイライパ政権のですね、後を受け継いでなった人で、いや、やっぱり意外にやっぱりなの、まあなんですか、初代大統領の,あの娘さんで、政治の世界でも長かったので、きちんと こななしてるなってるっいう部分は感じてました,ただまあ先ほどあった通りご,ご病気とかそういうのが出ちゃうとなかなか厳しいのとやっぱりあのこの前このここのあのまああ,のあれですねキャッチャーウェーブのそう時もそうですしその前のブエブエナートの時でもお話があったと思うんですけどあの この国ってフィアメさんとトゥイライパの、だからポストトゥイライパ、ポストフィアメっていうのが全然見えないんですよね。まあ、それはポストトゥイライパっていうか、トゥイライパがポストトゥイライパをみんな崩していったので、まあ、むしろ、あの、そういった意味で自分から足、あの、手を引いてチャレンジしていったフィアメさんが、まあ、トゥイライパに勝ったんで、こうなったんですけど、そ,その次世代を担う人が誰もいないので、もし例えばトゥイライパもちょっとも思って出ないかもしれないなと思っているんですけど、それで さんもうちょっと病気とかになった時にサモアは混乱しちゃうなとで実際やっぱりこう長期の安定的な指導者の政権のもとでいた後にこにそれを引き継ぐまあ要するに引き継ぐような,あのなんてう安定した その首脳ってあんまり出にくいんですよね、この地域って。そうするとだいたい混乱してるので、もう一番そのいい例がマーシャルなんですけど、はい。そういうようなことを見たときに、フィアメさんにはある程度、きちんと、こう、まあ、長期というか中期ぐらいでもやってもらった上で、そのフィアメさんの後をついていくような、あの、えっ、ー、と、指導者を作っていって、まあ、例えば副首相みたいな形で出していて、継承してもらいたいなと思うのはありますね。 ヒラさんなんて、まあ、一般市民レベルの人にサモアで聞いたときにはあの、雰囲気が良くなったんですよね。一部の,ああの人がにお金が回るじゃなくて、全体にお金が回るようになったみたいなことを言ってたりするんですよね。やっぱり、スイライパ政権ってあ、周りから見ると安定してていいんですけど、やっぱり強権政権だったんですよね。だから地元ではちょっと暗さ、あのー 前、トゥイライパ政権の時にサモア行った時に、現地の人に聞くと、やっぱりなんとなくこう、社会自体暗いんだよねって言い方をしていて、そこでなんか窮屈さは抜けて良かったんだろうなとは思うんですけどね。ただ、まあ、時代をすれば でくるんじゃなないいかなっていう僕は思いますけどねそうは言ってもやっぱりサンモアもあのトンガと並んで移民大国なので優秀な人がオーストラリアニュージーランドに行っちゃうっていうことになるとでしかもまだ、うん、あのなかなかこう伝統的な社会が残ってる国なのでそこは結構残された時間少ないかなと見てますね。確かにです <music>